皆さん、どうもよろしく頼むし、ドラゴン TK です。で、本日は、ライザルアドリアスに終わりの連携に、どこか行くのか鍵をやっていきましょう。お、あるな！ありますねーってな。こちら側にもあるね。ここにも何かあるね。ノーマルクエストか。ライザの家。もう先にあるね。ちょっと行ってみよう。空間島に来ると、ただいまって言いたくなっちゃうんだ。なっちゃうのかい？で、どっちなんだい？こっちかな？覚え、分かってないな。どこに行くの？あ、合ってますね。合ってます。この先です。見たかったんだ。これが。オッケー。ねえ、タオ、なんでそんなとこで本読んでるの？ほんと、どこでも本を読むよね。いやー、部屋が狭くてさ。ん？タオの部屋ってそんな狭かったっけ？うん。僕も久しぶりに家に戻ってきて驚いたんだよ。こんなに足の踏み場がなかったかなーってね。これだったら、本は外で読むしかないかって思ったんだ。ああ、そういやタオの部屋ってそうだった。天井も割と高くて、部屋自体は狭くないけど、本とかが散らかってて、ガラクタ倉庫みたいなありさまだったっけね。ちょ、待ってよ！ガラクタ倉庫はないよ！他人が見たらそう見えるかもしれないけど、違うんだよ！僕はちゃんとどの本がどこにあるか分かってるし、必要なものはすぐ手の届くところにあって。少なくとも、あの当時の僕にとっては、計算され尽くした効率的な配置だったんだよ。けど、タオも部屋が狭く感じたんでしょ？あ、そうなんだよ。誰も手を入れてない、何も変わってないはずなのに、久々に見たら。きっと、タオ自身が変わったんじゃない？オートに行って生活が変わったり、いろいろ経験してさ。あと、背が高くなって、天井が低く感じたりとか。そうなのかな。それが一番大きいやろな。んで？お、どこ行くんだ？あ、こっちにもあるな。見ていくか。多いな。すげえ田舎ばっか旅してたせいかな。空間島はまだマシに見えるぜ。この下だよな。そうだそうだ、ここだここだ。お、ボースも本を読んでいた。どうしたの？なんか、ボースらしくない姿を見た気がするけど。逆にお前は、口を開けばいつもお前らしいな。俺だって本を読んだりすることはある。そういえば、ボースもタオと同じように、学園で論文とか書いてるんだよね。何書いたの？経営学的なものだ。経営学？何それ？あ、頭痛くなりそうだな。そんなことだろうと思ったぜ。お前にはわからないだろ。あ、ひどい！かいつまんで言えば、空間島の今後のことを考えて、最も役に立ちそうな学問だ。うん。頭いないわけな。やっぱり、いずれは村で偉そうに振る舞っていきたいわけ？お前、そこよ。人聞きの悪いことを言うな。ただ、村をより良くしたいと思ってはいる。そしてそれは、村の他の連中では難しい。村の連中は、その意志と、当該の知識が足らなすぎる。その意識の改革をするのに、誰かが旗を振らねばならないんだ。勘違いするなよ。父さんに言われたからじゃない。これは、俺自身の意志だ。いいね。いや、ボス当てもいいよね。
わからん人にこうやって、そうやって、かいつまんで説明できるっていうところがさ、教師向いてんちゃうかなって思ってしまう。思ってしまうね。どこに行くの？で、あと一個こちら側あったんだよ。こっち。一個だけやね。ここでいいの？そこでいいっす。そこでいいです。どこだ？あ、ここ、ボースいるんじゃね？そんな気してきた。なんか入ってきた。とりあえず、集め。はっ！あ、ランバーがいた。やっぱボースもいた。だいぶ良くなってきたじゃないか。本当ですか、ボースさん。実は俺、ちょっと前にアガーテ姉さんたちにくっついていって、魔物とも戦ったんですよ。ほう。ついに魔物と戦ったか。やるじゃねえか。いや、それがもう怖くて、ほとんど何もできなかったんですよ。いや、おい。ボスさんなら余裕なんでしょうけど。だが言え、外は広い。敵も味方も、俺より強い奴ばかりだ。それこそ、あいつらも、メントだけじゃねえ。ライザだって俺より強い。まさかライザが？確かに結構な跳ねっ返りだとは思いますが。実際に見りゃわかる。お前ももっと頑張らねえと、軽くひねられるぞ。いるよ、横に。はい、頑張ります。ボス、私のことをそんな風に見てたのか。でも、強いって言葉はそんなに嬉しくないな。それに可愛いしなって言ってたら、はっての出てくるなってたかもね。なってたかもしんない。女性って可愛いとか言われるといいんやろ？いいんやろ？いや、なんか嫌なやか。嫌なやか、怖い。どこか行くのか？理事的に言うとそうなんやろ？感情的に、いろいろと、びっくりしたらいろいろやると。どこに行くの？なんか今変なことしてたね。言ってる場合じゃなかったね。あ、これでいろいろ、十字キーでもいけたんか。ちょ、やば、忘れぞれほんま。やばっす。やばっす、ほんま。ちょっと隠れが戻りますね。なんか、帰ってきたって感じになるな。やっぱここは落ち着くぜ。落ち着くか。ちょっと見てみよう。皆さんにも、サルドニからみんなにも感謝しなければなりませんね。少しでも恩返しできるようにたくさんのものを見て吸収します。新たにアトリエを作る。そんなんやってる場合ちゃう。やってる場合ちゃうよ。今、調合男もやってる場合ちゃうよ。何？ああ、武器の調達な。するつもりない。悪いけど、ちょっと、無理。無理ってなって。確か、ここで農作物、できたよね。前。ボス君。1か2か、どっちかで。風剣島の方はどう？ぼちぼちな。そうだ。近々仕事の話をしてもいいか。ええ、もちろん。いい商談になるといいね。ちょっと待って。何これ？ノーマルクエスト。ライザの手も借りたい。あるやん、あそこ。行かねば。てか、クエスト。ちょっと見てみよう。ノーマルクエスト。ワールド。科学軍刀で木材集めるよね。あ、これはやった後にできるね。それはいいんだ。折れた釣り紙。釣り紙ちゃう。釣り竿。寝室50以上の釣り竿をね。あ、それもあるね。あ。岩の島の洞窟を調べる。あ、ここら辺や。きっと。ワールドは？あ、ここら辺もあるんやね。へぇ。ワールドはこれやね。
科学軍刀で木材を集めるやつやから、それは違う。それ以外ちょっとやろう。大物が釣れそうなところでたくさん釣りをするか。ほう。大物が釣れそうなところってことだ。オーラかなんか惑ってんやろね。その場所自体が。そんな気した。ビーゼ峡谷。ビーゼ峡谷に向かう。ビーゼ峡谷とはどこでしょう？ビーゼ峡谷とは？このホテルの予感がする。この上、行けるかな？あ、なんかある！キャラクタークエストあるやん。やりたいところやね。やべえ、やることがいっぱいありすぎてやべえ。メモらんと。あ、ここにもあるやんか。やば、え？隠れ構え、あ、隠れ構えになんかあんのか。あ、マジでか。どこか行くのか？隠れ構えになんかあったんか。知らんかった。知らんかったわ。ここは落ち着くぜ。まあ、適当にいいんじゃねえもん。よし、行け！何？うん。報告かなと。よし。できたよ。これでいいの。ああ、ちょちょちょ。なんでいい家にしたしや。さて。これは丈夫そうだ。いい感じだよ。ありがとう、ライザー。よかった。今度は折れないといいね。うん。前の竿は長く使ってて愛着もあったんだけどね。ま、形あるものはいつかは壊れるから仕方ない。仕方ない。それにしても竿が真っ二つに折れるってどんな大物がかかってんだか。それなんだけど、多分そんなに大物じゃなかったと思うんだ。どういうこと？前の竿は確かにボロだったんだけどさ。ほら、僕って以前は背も低かったし、腕力もなかっただろ。そのせいで、もし大物がかかっても、自分の力だけじゃ釣り上げられなかったんだよ。じゃあ、どうしてたのよ。そういう時は、諦めて糸を切ってた。どうしようもないからね。おかげで、ボロの釣り竿でも折れることなくずっと使い続けていられたんだ。それはタオらしいというか、なんというか、釣り上げる気がそもそもあんまりないのね。そうかもね。ところがこの間はついつい反射的に竿を引っ張り上げちゃったんだ。今までだったら上がるはずがなかったんだけど、なんか上がっちゃってさ、見事に真っ二つってわけ。それって、要するに、タオの筋力が上がったってことなんじゃない？うん。あまり実感はなかったんだけど、どうやらそうだったみたいだ。だから、今の自分が扱っても、ちゃんと大物が釣れるような、丈夫な竿が欲しかったってわけなんだよ。じゃあ、ぜひ、その竿で大物釣ってみせてよ。釣れればね。釣れればね。何しろ。筋力は上がったかもしれないけど、僕の釣りの腕前は別に上がってないからね。上がってなかった。あの竿で腕前がなんか釣り上げたら、釣りの楽しさに目覚めちゃうかもね。かもね。かもねやな。どこか行くの？ん？これがやってて、どれでてっぺんまで行く？行ってみたいらしい。言われてみると気になるし、ちょっと行ってみようと。で、大物が釣れそうなところでたくさん釣るやろ。なんかあるな。はてなはてなはてながある。なんやろあれ、気になるな。どこなんてか。あ、なるほど。
タオのクエストやったっていうのがね。初めて気づいた、それに。何？なんだ？この先だよね。確か。おっと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 。何かあります？ねえ、どこに行くのさ。え、どっから行けんこれ。サルドニカは100周年ですが、空剣島はもっと長いのですか？島ができた時から数えたら、ここだ。きっとここだ。歴史はそこが見えませんね。知らない場所を自分で歩く楽しさ、それを知ったのがこの場所だったな。もうこういうところはね、ちょっともう岩は取りません。撮ってるときりないんで、きっともう戦えません。今やりたいこと違うんで。今やりたい、すごくやりたいことと、真逆のことなんで。今はイベントをすべて潰していきたいなっていう。あと何かあるんであれば、やっていきたいな。こんな場所もあるなんてな。こういうところだけど、とか。こういうところはね、だいぶ、素材があるところっていうのは覚えてるんで。釣りする？釣りもあったんだよね、確かね。サロディン。大物が釣れそうな場所。キラキラ光ってっから。なんとなく、こういうところで釣れば、いけるのかなって思って。ははは、無理でしたね。どこに行こうかな？よし、ここが晴れます。うん。で、この上なんだ。一番行きたいの。ここから行けるかな？なるほど。陸路もあるのですね。こちらを使った交易も考慮しましょう。考慮しましょう。マジか。ね、ここら辺から。どこに行くのさ。あれ？ああ、ちょ、行けるよね。一瞬焦った。戦いの後というよりか。あ、霊石王国、ここやん。の防戦の後って感じ。言ってたやつ。ね、ノーマルクエスト。どこに行くのさ。うん。こっちに行くしかないな、ないのか今は。どこや、行きどころ。確かあったよね。いろいろもの、クエスト受けた後やからさ。何かあんじゃねえかな？とは思うんだが。お？なんだ？採取？採取とは？水使えるのか？綺麗な水っすね。お、ここがもし無事だったとしたら、峡谷の門。ピオニール聖堂は無事だったと思う？わからないけど、無事ってことは絶対になかったと思う。どこに行こうかな？で、あ、ここが鳴ってて、で、このまままっすぐ上行けば大丈夫そうやね。さて、何をしろと。で、ここで何をしろと。守り手さんよ。まあ、戦闘に10回ね。なら誰でもいいんやね。ほら、ほらよ。レント、
終わった。一匹終了。いや久しぶりでさ、忘れるよ。最大限に。よし、ちょっとフェデリーカとクラウディアにつけて、そしてあとはクラムをやればいい。はい、でも生成せずな。それはちょっと思ってんだよ。終わってた。みんな、こんにゃろ。サオ、サポートを任せて。あ、L1 でこれか。オッケー。うん。クラウディアにあげて、ルフトも使ったれ。じゃあクラウディアーってなる。だいぶなる。あが待ってる暇ない。ありがとうございます、ライザさん。よいしょ、ナイス。私に任せて。どう？当てるよ。あー、こっち来るー。ちょっと忘れるー。終わったやつ、これは。とんでもねえ攻撃が来るぞ。うん。おーっと。なんか暗って、暗いながら終わっていたよ。ライザーが暗いながら終わってて、あーってなりながら。問題ありませんね。あ、報告可能ね。オッケーです。じゃあ戻りましょう。向かいますか？空間通すね。ここにしよう。すげえ田舎ばっか旅してたせいかな。空間島はまだマシに見えるぜ。倒してきましたよ。これでしばらくは大丈夫なんじゃないかな。ありがとう。まさかライザに頼ることになるとは。ちょっと、大丈夫意味？立派になったということだ。まあ、褒め言葉として浮き抜け直っておこうかな。そうだね。それでいいんちゃう？つわものを入手しました。何それ？どこか行くのか？でだ。